赤峰政権は、日本の政治家。日本共産党所属の衆議院議員。元那覇市議会議員。沖縄民政府おろく村の農家に生まれる。那覇教育区立コーラ小学校、那覇教育区立おろく中学校、琉球政府立那覇高等学校、東京教育大学文学部卒業。東京教育大学在学中の1967年、日本共産党に入党。 1971年、東京教育大学を卒業。沖縄県石垣市の沖縄県立八重山高等学校、沖縄県立八重山小高等学校で教師を務める。1985年、那覇市議会議員選挙に出馬し、初当選。那覇市議会議員を3期務めた後、2000年の第42回衆議院議員総選挙に日本共産党公認で、 沖縄一区から出馬。沖縄一区では公明党前職の白穂第一に、敗れたが、重複立候補していた比例九州ブロックで復活し、当選。2003年の第43回衆議院議員総選挙では、沖縄一区で再び白穂に敗れ、得票数は、無所属の下地幹を、民主党の島尻昇るをも下回る、再開であったが、比例復活により再選。 2005年の第44回衆議院議員総選挙では小泉旋風が吹く中、無所属の下地が公明党の白穂を破って沖縄一区で当選し、得票数3位の赤峰は比例復活により参戦。第45回衆議院議員総選挙では比例九州ブロック単独で出馬し4選日本共産党は沖縄一区で 沖縄社会大衆党からも推薦を受ける新人を擁立したが国民新党公認の下地が当選した。2012年の第46回衆議院議員総選挙では再び沖縄一区から出馬し、得票数では自由民主党の国場公之助、国民新党の下地の公人を敗したが比例九州ブロックで復活し、5選。2014年の 第47回衆議院議員総選挙では、尾長友史沖縄県知事が推薦するオール沖縄の候補として、沖縄一区から出馬。社会民主党、生活の党、沖縄社会大衆党、緑の党、そして基地の県内移設に反対して自民党を除名された新風会の支援を受け、国馬、下地を破る小選挙区で初当選し、6選。 日本共産党が小選挙区で議席を獲得するのは、第41回衆議院議員総選挙以来18年ぶりである。2017年の第48回衆議院議員総選挙では、沖縄1区から出馬。4人が出馬する中、小選挙区で当選し、7選。なお、池上明の総選挙ライブの取材の際、工事前に、那覇市内で当人の名前入りの登りを掲げたり、 日本共産党の外戦者が赤峰の名を連呼して支持を呼びかける映像が放映された。その映像に対し事前運動に当たるのではないかと正されると沖縄では慣例的に私だけでなく他党の候補もやっていると答えている。2021年10月31日第49回衆議院議員総選挙で再び小選挙区で当選し8選。イラク戦争に関し 国会での質問で、党は、米軍や自衛隊をイラクから撤退させろと、主張しているわけではないと発言したものの、国会対策委員会名義で、党の見解とは著しく異なる発言であるとして、訂正した。他の共産党議員と同様に、党の見解に準ずる。ありがとうございます。